JR 名古屋駅前です昼ごろから取材を続けているんですが昼ごろに比べてだんだんと雲が厚くなってきて先ほどまで小雨も降っていましたまた台風の影響で JR 在来線の一部区間で運転を取りやめている路線もあり交通への影響が出始めていますさらに明日は東海道新幹線山陽新幹線の名古屋駅から岡山駅の間で終日運転を見合わせることになっています お盆休みの帰省と重なり大きな荷物キャリーケースを持った人も多く困った声も聞かれました、うん、東京から名古屋に旅行できたご家族にお話を伺うと本来であれば明日まで旅行を楽しむ予定でしたが、うん、帰れないと困るので早めに帰りますもう少し遊びたかったですとお話しされていましたまた大阪から名古屋に帰省していた方にお話を伺うと家族や地元の友達ともっと一緒にいたかったけど これはしょうがないですねとこちらも早めに大阪に帰る決断をしていましたこのように明日の東海道新幹線、山陽新幹線の計画運休を受けて前倒しで U ターンする人も多くいましたこちらからは以上です鈴木さん、今校内に映っているのを見たらかなりの人でごった返しているようなんですけれどもいつもより多いぐらいですね そうですね先ほど切符売り場を取材したんですが、えー、100人から150人ぐらいの方が長蛇の列を作っていまして、えー、並んだ方にお話を伺うと20分以上は待ちましたとお話しされていました、はい、チケットの振り替えであったり行き先の変更など理由はさまざまなんですが列は時間とともに長くなっていまして、えー、混乱は続くものと思われます。以上名古屋駅からでししたた、はい、ありがとうございました